同じこんにちは、こんばんは、ポータイトです。今日もデータを付き合っていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、ピンクロってどんな効果あんのやっていきたいなと思います。いやー、これね、来ちゃうらしい、あの男につくらしいというところですね。まあ、ピンクロの優秀さっていうのは分かってはいるんですけど、改めてね、やっていきたいなと思います。今までの FP 見る感じでもですね、まあ正直誰とは言わないですけど、フラパーよくても80前後でしょ?多分70ぐらいだってあり得るかなって考えると、まあそれでもピンクロついて大丈夫そうみたいな話なんで、そこを今回やっていきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法はトレーニングモードを使ってひたすらクロスをやっていきます。各30本程度ずつですかね。やってですね、見ていきたいなと思います。で、中のワントップはですね、特に意味はないんですけど、森山さんに頼んでいますよって感じですね。で、使っていく選手は、トーマス・パーリーですね。ピンポイントクロスを持っている状態と持っていない状態見ていきます。フライバー数値58とかなり低いんですけど、逆にこれで使えるんだったらっていうね、話になるんで、これでやっていきたいなと思います。今日成功の基準みたいのも決めておきたいんですけど、ちょっと考えたんですけど、フォワードとゴールキーパーのこの間のところに落下地点が来るようなボールが蹴れればですね、これはね、成功と言っていいんじゃないのかなと思いました。もちろんその中でゴールキーパーにキャッチとかされちゃったらね、これは失敗になりますから、そんな感じで見ていきたいなと思います。まずはピンクロなしの初期値58からやっていきましょう。まあこれは相当期待はできないですけどね。まあ初期値としてどれぐらいなのか見ておく必要なのがありますからね。で、動きに関しては基本的にね、合わせてきております。キックオフからの流れでね、クロスまで上げれるように今回はしてきました。で、クロスの前にはバースト1本入れてね、からクロスしていくような形で、いいクロスが上げれるようなね、条件っていうのは合わせてきているっていう状態ですね。これでどれぐらい変わるかって感じですけどもね。はい、見ていただきました。まあどうだろうね。失敗はかなり多かったかなっていうね、使ってて思いましたね。まあ、あとね、森山さんがミスったシュートとか、これは今回関係ありませんのでね、結果はこんな感じになりました。まあフライパス58じゃこんなもんか、かなり厳しいね。てか、なんかテンション下がるミス多かったなっていう感じはしました。それミスんのみたいなのはやっぱ多かったなって気がしました。はい、ここからピンクロ持ちですね。まあこのピンクロね、今までもね、検証してきてかなり優秀だなっていうのは分かってはいるんですけどね、今回まあ24になってからまだね、正式にはやってなかったので、まあその辺もね、ちょっと気になるところ、どう変わったかなとかね、気になるところではありますけども、ちょっとこれやばくない？はい、見ていただきました。いや、全然違うね。全然違う。ピンクロやっぱめちゃめちゃ優秀だわ。さっきと森山さんもなんか同一人物かなって思うぐらいの活躍してましたけど、なんか最後のヘディングとかももはやなんかもうカバーニみたいに見えてきてまあそれはともかくですね、結果はこんな感じ。はい、ということでかなり上がりましたね。まあ見るにもう明らかでしたよね。まあ一本一本の質がね、段違いだったっていう感じもしました。特にパワーゲージが強めの時はね、より違ったような感じがしましたね。でね、変なミスっていうのはどっちもあったなっていう感じはしました。まあ、ただ、なんだろう、その中でもピンクロ持ちは少なくなってたって感じでしたかね。まあ、やってくれそう感っていうのはね、やっぱありましたよね。特にこういうとこ見てほしいんですけど、こういうところ、このね、このモーション、特にこのモーションの時なんです。こうやってこすり上げる、エッジクロスみたいなモーションの時なんですけど、この時結構ね、差が出たかなって感じはしましたね。まあ、このモーション自体結構ミスりやすいんですけどね。ただその反面、こっちを見てほしいんですけど、こんな感じ。ということで、ピンクロなくてもね、割といいクロス上げてる時っていうのはやっぱありましたね。そこは今までと違ったなと思いました。やっぱフラパー上げたらどうなんのって気になるよね。やってきました。まずトーマス・パーリーですね。フラパ全振りして85まで上がってる状態ですね。まあ、ピンクロなしでもフラパあればいけんのかみたいなとこもありますけども、その辺はどうなんでしょうかね。はい、見ていただきました。かなり向上はしてましたよね。いい感じに上手くなってる感じはしましたね。まあ、ピンクロなくてもいけそうな感じですよね。うん。ただまあ、どうだろう。それでもやっぱ明らかなキックミスみたいのは、まあ、ゼロにはなってなかったっていう感じですね。なので、フラパー上げても、そこはこう、ゼロにならないというかね。そんな感じなんですかね。結果見ていきましょう。こんな感じ。はい、ということで、かなり、まあ、たまたまかもしんないですけど、かなりね、明らかに変わっていたというところは間違いなく言えますかね。うん。で、ここにじゃあピンクロがついたらどうなんのかっていうのを見ていきましょう。フラッパ85のピンクロ付きですね。まあ、ここをかなり期待しちゃいますけどね。でも、フラッパ85でかなり上がったと考えると、うん、その辺はさらに上限があんのかみたいなところ気になりますけどね。はい、見ていただきました。明らかに違えわ。なんだろう、得点につながること多かったような感じでしたね。うん、決定的なパスって感じになってましたね。結果はこうなりました。はい、ということでちょっとかなり出来すぎ感もありますが、明らかなキックミスっていうのはピンクロ持ちはなかったですね。ここまで来るとなかったという感じになりましたね。今までの記録もちょっと並べておきます。こんな感じ。はい、ということで、まあ、たまたまかもしんないんですけど、ピンクロつけるとですね、成功率自体がですね 15% ずつですかね、上がってるっていう感じはありましたね。まあ、ただなんだろう、キックミスがやっぱなくなるとか考えると、数値高くてもやっぱつける意味はありそうでしたかね。で、フラッパー高くてもピンクロの違いを感じたというシーンがあって、それがこれなんですけど、こういうところ、このね、ゴールキーパーとのこの距離が短い時っていうのかな、狭い時にちゃんとですね、この間キーパーが出れない位置にボールを蹴れるっていうのもちょっと大きいのかなとは思いましたね。はい、というところで結論。ピンクロをつけるとクロス成功率が約 15% 上がるとします。はい、というところでいろいろ見てきましたけどもね、まあどうだろうね。数値低くてもですね、ピンクロあれば正直最低限いけるなと。なのでこの選手が来てもですね、まあ、どんな数値でもいけるかなと思います。まあ、でも言うて理想はやっぱり70ぐらいは欲しいかなって気はしましたけどね。で、逆にですね、パス数値高ければいける気もしたんですけど、まあパス数値85でもキックミスしてたことを考えると、やっぱりピンクロは欲しいかなっていう感じしましたね。まあ、結果的にサイドプレイヤーはやっぱりつけるべきっていう必須級かなって感じですね。それと同時にですね、ついてる選手はサイドで使ってあげたいなみたいなね、気にはなっちゃいましたかね。で、今までの23の検証ではですね、ピンクロの有無でね、狙う位置違うよねみたいな感じだったんですけど、今回見た感じね、狙いの位置はそんなに変わんないけど、単純にミスの発生確率が違うようなイメージでしたね。なのでパス数値とピンクロの有無によってミスの発生確率が変わってくるのかなっていうね、そんな感じだと思いました。はい、雑談なんですけど、今回ね、森山さん使ってて思ったのが、明らかにシュートボタンを押してんのに反応しない時があって、まあこれがね、ポテトの指が乾燥しきってた可能性はあるんですけど、でも他の選手があんま感じたことなかったので、そう考えるとですね、オフェンスセンスとか、その辺の数値が関係してくんのかなとかね、ちょっと疑惑ですけどね、思ってたりはしましたので、まあまたその辺はね、今後、調べてみたいなと思います。ということで、最後はですね、カバーに森山さんのヘディングを見てお別れです。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想、クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年度代2万人を目指しておりますので、この動画良かったら参考になったら面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今回ね、ピンクロやってきました。まあかなり優秀だなっていうのもね、分かったと同時に23の時とね、また違う感じもしましたから、また今後ね、今までやってきた検証もやっていきたいなと思います。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。